し。令和2年2月、配信開始早々、勇ましい掛け声とともに離席する。茨城に生息する外来種釣り餌のメスのその後を追った。アイメロ。設定年齢15歳、専業主婦。今日も頭がかゆいアイメロさんは真冬も半袖で女子力高めをキープ。そして容器が立ち込める黄色いバケツを取り出したアイメロさん。いただきます。横目でコメントをチェック。特に意味はないが捕食寸前をチェック。アイメロが次に選択した食材は球根。特に意味はないが捕食寸前をチェック。苦痛の表情で苦めの球根を咀嚼するアイメロ。成長の分あるよ。アイメロが次に選択した食材は肉片。特に意味はないが捕食寸前をチェック。捕食中もコメントチェックに余念がない。ゴミ屋敷いらっしゃい、こんばんは。おはめろ、おはよう。食事配信相変わらず茶色いですね。それな。アイメロが次に選択した食材はホクホクの球根。歯が痛くないのか痛いよ。特に意味はないが捕食寸前をチェック。アイメロが次に選択した食材は小さめの掛け布団。と見せかけて次なる食材は赤いドアノブ。特に意味はないが捕食寸前をチェック。次なる食材は白いラスボス掛け布団。掛け布団。掛け布団。入念に掛け布団に染み込んだ熱々の寝汗を冷ます。衝撃の熱さに一旦撤退。時が満ちるのを待つ。特に意味はないが捕食寸前をチェック。レアシーいらっしゃいよ。はめろ。いるよ。何それ餅。コメントに助けられたアイメロ。餅わらわ。それな。時が満ちるのを待つ。いざ。佐野さん、お疲れ様です。今夜のアイメロさんはお料理女子。よっしゃ、こんばんは。立ってる。立ってるだけで幸運が訪れるという茶柱系女子のアイメロさん。また見えない料理配信。料理配信は定番のクソアングル。麻婆だわね。丸みや一択、いい匂いがしてきそうだね。汚い。せいちゃん、いい匂いもらったな。やったね。
こうしてアイメロさんは今日もインターネットの世界で生きている。食べない。生きている。生きている。